ございます。すっごく久しぶりですよね。このバイク何かというと、うちの奥さんのロードバイクです。はい、長らくですね、倉庫に眠ってたデローザの R838、 そう、 R838、 まあ、いわゆるカーボンロードです。僕の友人がうちの奥さんのためにちょっとこう、よかったら使わないから使いなよって言ってくれたカーボンのめちゃめちゃいいデローザのバイクです。うちの奥さん子供ができてからもうほぼ全く乗れなくなっちゃって、ずっと残しとくのも申し訳ないからっていうんで、デローザのフレームをね、友人にまたお貸ししようという、今日は嫁のバイクをバラす動画になります。このデローザ見んのを何年ぶりか覚えてないぐらいのレベルなんですよ。どんなパーツがついてたのかね、いろいろとこう見ながら、バラバラにしてフレームだけにしておこうかなと思います。こう見るとね、パッと見ただけでもね、いいパーツがね結構ついてるんですよね。まあとりあえずバラしていきましょう。解体屋でいきます。解体屋健太さんでございます。ガンガン解体していくぜ。バラバラにしちゃうよ、バラバラにしちゃうよ。このバイクのサイズはね、52だったと思うんですよ、確か。52だったと思うんですけど、やっぱちょっとうちの奥さんにはやっぱり大きかった。なので、見ての通り、すごいステムをね、すごい短いのつけたりとか、クランクもね、ラクランクっていうのを使ったりとかして、なるべく調整はしたんですけどね。まあ奥さんは次もし何か乗るとしたらいいバイクかな。おお。でも意外に綺麗。まあ一個ずつ見せましょうか、それじゃあ。何がついてたのかね、せっかくだから見せましょうか。まず、サドルはこのね、フィジークのサドルがついてました。これは多分もともと、ついてたやつですね。はい。氷川神社のシールが貼ってあります。フィジークのアリオネ VS ってやつですね。細めのやつがついてます。プロクラフト PRC、プロクラフトのシートポストですね。はい、次。もうワイヤーも切っちゃいます。もう使わないんでね。必殺仕事人。はい。切っちゃいます。はい。これは確かね、ジャグワイヤーかなんかの、あ、書いてあったわ。これはね、シマノですね。シマノもこういうの出してたんですね。意外。はい。で、はい。はーい。ワイヤーが取れてきましたよ。またいつでもおいで。そう、いいでしょう。はい。わあ、フロントも OK。次は変速回りいきます。はい。はい、チョキン。ちなみに変速関係も全部105ですね。あ、多分もともと僕の、あそこにある、ラレーについてた105をこいつに移植した記憶がありますね。だからこのバイクは組むときにすごい安上がりで組んだんですよね。なるべく持ってるパーツで組んだはずです。はーい、全然油分もつかないぐらい。はいよ。はい、これはシフターの、これもね、シマノ製ですね。はい、ああ、これは取っといた方がいいですね。懐かしいですね。僕が105を買ったぜってレビュー出した動画がもう何年前かもう忘れちゃいましたけども、はい、105シルバーですね。あれ、あ、すげえ、よいしょ。異物が入んないようにシールが貼ってあったね。結構このタイヤがこう跳ねて、いろいろ雨水とか泥水が入って、ボルトが、なんつうんだろうな、錆びちゃう、傷んじゃって、固着しちゃうみたいなことは結構ね、ある話なんですけど、
これ多分組んでくれたのはゆうくんなんだけど、いい仕事をしてます。いい仕事してますよ、さすがですよ。このビニテがあったおかげでこうやって楽々バラせれてるんだと思います。おい、フロントです。これでノーブレーキバイクができました。じゃあこのままこっちも外しちゃいましょうか。はい、取れました。ハンドルこんな感じですね。チネリのじゃないな、このバーテープは。これ確かね、アサヒかなんかの安いバーテープで、ブラケットは105、ハンドルはね、ジップのハンドルがついてます。めちゃめちゃいいハンドルついてます。これね、ロゴがついてますけど、ジップのカーボンハンドルがついてますね。めっちゃいいのついとるかな。ステムはね、これは50ミリかな、多分50ミリだったと思います。非常に短いステムがついてますね。このステムはマウンテンとかでも使えるかもしれないから、ちょっと取っとこうかな。フロントリレーラーも当然105様になります。あ、チェーン外さないとか、まずやっちまった。チェーンももうね、相当古いから、こいつも捨て、こいつも捨てですね、チェーンも。はい、このチェーンも捨てちゃうので、押し切っちゃいました。あ、もう、カピカピだから、カピカピだから手につかねえや、オイルが。はい、よいしょ、おっと、105です。はい、チェーンです。リアディレイラーも取っちゃいましょうか。リアディレイラーですね、ショートの方ですね。これはでかいスプロケには対応してないです。ちなみに奥さんのバイクのギア比は、これを見る限りだと28ですね。後ろ28、前が分からん。でも前は多分コンパクトかそれ以下だと思います。クランクはね、ラクランクっていうクランクを使用してます。女性と男性では骨格が違うんですよね。この Q ファクターっていうんですけど、この幅をすごく短くしてます。そうすることによって小柄な女性でもちょっとこう違和感のないようにするために、このクランクを使用してました。乗ってる側はそんなに違いわかんないかもしれないけど、結構大事なことで、男性女性関わらずこの Q ファクターを気にすることは結構大事だと思います。で、このラクランクから出てるこのクランクは、すごいこうね、ギュッとこう間をね、まあ広いか狭いかなんだけど、狭いタイプのものなので、小柄な方でも違和感なく走ることできますよ、というような感じになってます。じゃあバラします。押し出し大作戦でいきましょうか。このクランクはね、結構いいクランクだからおすすめっすよ。はい、緩みました。はい、とりあえずですね、左 OK で、あとはこいつをね、押し出すんだけども、あれ、よいしょ、おーし、いけた。あーし、はい、これがラクランクのクランクですね。端数はね、書いてあるかな、書いてないな。ボルトはね、青にしてます。これ多分もともと持つやつか分からんけど。BB に関しては確かそのままつけっぱでよかったと思う。これ BB30 っていう、まあキャノンデールが作った企画なんですけども、 BB30 のこの今杉野の BB がついてるんですけども、これ確かもともとついてたものだと思うんで、そのままにします。シマノのクランクとかにね、変換するための、まあ、BB なんですけども、これはつけっぱでいいです。つけっぱじゃないとむしろ俺外せない、この工具は持ってない。このエリートのボトルケージも確かもともとついてたやつだったと思うので、これは取っておきます。もう蜘蛛の巣が張って、もうずっと倉庫に眠ってたから。
はい、ちなみにホイールはカンパニョーロのカンパのカムシンってやつですね。エントリーグレードのホイールですね。で、なんだっけこのスポークの並び忘れちゃった。 G3、 そう G3 組っていうですね、ちょっと特殊な組み方をしてます。タイヤに関してはめっちゃいいタイヤついてますよ。コンチのグランプリ 4000S2 っていうですね、スーパー名作タイヤがついてます。非常にいいタイヤついてる。サイズは 25C だと思います。多分うお、軽っ軽っ、やば、衝撃的な軽さですね。なんやかんやで終わりました。はい、まあパーフェクトであるんですけど、もともとついてたやつはねそのままにしてます。 BB とかね、このボトルケージとかなんですけども、こんな感じですね。とても美しい、とてもそれはそれは美しいバイクです。そしていいバイクだと思います。すごく良い経験になれたと思います。うちの奥さんもやっぱデローザはねいいよね。この辺のさ三角形とかもすごい綺麗だし、でカーボンのこの地が出てるやつっていうのはわかるかな。このカーボンの地が出てるバイクって結構今時珍しくてあまりないんですよ。まあイタリアメーカーにはよくある、こういうカーボンの繊維をあえて出すっていうこのスタイルっていうのは高級感が出ますよね。レーシングカーみたいでとてもかっこいい。今のデローザのロゴと変わってますよね。昔のデローザのロゴはこんな感じで、今はもうちょっとこうね違うロゴになってて、まあ好みはあると思いますけども、僕はねこっちのデローザ結構好きですよ。至るところにね工夫がされてますよね。ここもデローザのマークがちゃんとついてたりとか、トップチューブもねこんな感じになってます。チェーンステイもデローザってこんな感じでね書いてます。裏もねかなり凝ってると思います。やっぱりこう見えないところも気使うところがやっぱりイタリアメーカーって感じがしてですね、うん、すごくいいバイク。このフレームは、まあ、ちょっとねもう少し綺麗にして持ち主にお返ししたいと思います。飾ってもかっこいいよねこんな感じでね。お店みたいだけどね、普通に買ったら多分、まあ、30万はいくと思います。これもいいフレームだし丸ゴもそうだし、30万はいくようなローだったと思うんですけど、ちょっとした緩い動画でしたけどね、もしもね楽しんでいただけたようならば私はとても嬉しいです。はい、ではまた次回の動画をお会いしましょう。お疲れ様です。